ここで、やっぱこの前のアルバムにも参加してくれた敏郎、こう見えてもね、オファー断ってんで。シオンの歌なんかシオンしか歌えないでしょ、だってね。シオンの歌歌うの嫌だよ、本当に。絶対売り吉日記とかのコメントだって、死ね死ね死ねって書かれるの。まあ嫌だよ、本当に。すげえ嫌だよ。だまあね、なんか巻いてるから話していいって言うから俺は話すわ。シオンとの出会いは中1ぐらいにロックンロールバンドスタンドっていう番組やってて、ほんでブルーハーツを見たくて待ってたら、なんか小じきみたいな人が歌い出したよ。俺えらい衝撃を受けて、なんだこれ、小じきが歌ってるぞ。でね、そう、あと衝撃受けたのはあのコレクターズのおかっぱね。あれも大人なのにおかっぱだから衝撃を。すごいっていうのから、まあ、パンクロックと一緒にシオンの音楽を聴き出して、今こうやってシオンの衣装を着て、あの時のシオンっていう、まあ、あれで眉毛剃ったよ、ね、ちょっとジョリッとしてるけど剃ったよ。どうしよう、これやる気やと思うな。こんなんじゃなかった。いやいや、こんな感じだったでしょ。今日はええけどさ、うん、他の仕事どうなの。いや、これは今日のために来てんだ。今日のために来てんだ。俺だってあれだよ、マジで。あの中学校の時とかさ、田舎だから道怖いじゃん。だからチャリンコでね、夜しか泳げないを歌いながらチャリンコを通るぐらいの中学生だったんだ。わかる？わかる？わかんない。何これ。すごいな、なんだか知らんが嬉しいよ。もうやる？何の？ね、もういっか。震災あって1号機爆発して3号機爆発した朝に、福島の原発に一番近い茨城の町に友達の赤ちゃんを迎えに行ったんだけど、その国道6号っていうとこを登っていく途中に反対側からガンガン車が来て、すげえちょっとブルるわけだよ。けどさ、俺カーステに CD 入れて、その時もこの人のこの曲聴いたんだ。I'm a
走り続けていたが、また一周してあっただけ。そうさ、いつの間にか夢が瓦礫の中で咲いてた。あれは唾を吐いて軌道をゲットパンツしかねえ。俺は王様だと思ってた。俺の声で誰でも踊ると思ってた。だがしかし俺の叫ぶ来れなかったと思う。ありがとう、おめでとう。さしろ、何しか前に飲んだけど素晴らしい。